台風10号なんですがまだ県内からは離れたところにあるんですが南予では早くも波に影響が出ていますでは宇和島の今の様子見ていきます宇和島市内まだ青空も見えて晴れてはいますがこの後午後は雨が降りやすくなりそうですまた現在南予南部に波浪警報が出ています南予では今後さらに波が高くなってきますので高波に厳重に警戒をしてください では台風10号の雲の様子から見ていきます台風10号の雲、ご覧のように大きく渦を巻きながらまた中心付近には雲のないエリア、台風の目がくっきりとしていますまかなり発達をしている状態なんですが今後さらに発達を続けていきそうですでは進路見ていきましょう 非常に強い台風10号ですが南大東島付近に接近し明日には猛烈な強さで沖縄付近さらにあさって月曜日の午前9時には長崎の五島列島付近にまで北上する見込みです愛媛県内には来週の月曜日の朝から昼前にかけて最も近づくという情報が最新情報で出ています また今回の台風10号なんですが前回の9号と似たようなコースで北上してくるんですが今回、最接近時の中心気圧が935ヘクトパスカルと非常に強い勢力でやってきますので前回よりも雨や風が強まると思ってください。ででは風のの予想を見ていきますますすず明日の正午です 台風の中心はこの赤い渦の中心あたりにありまして、愛媛県内からは離れてはいるんですが、明日の正午には南予から風が吹き始めそうです。瞬間的には最大瞬間風速30メートルと、何かに捕まっていないと立っていられないような風が吹く恐れがあります。また愛媛県内は明日の夕方から強風域に入る見込みです。では、明後日月曜日、最接近時の風の予想。 台風の中心は九州付近にありますが、愛媛県内南からの非常に強い風が吹きそうです。南予では瞬間的には40メートルの風が予想されていまして、また文後水道では南寄りの風が非常に強く吹きそうです。 固定されていない養殖イカダが流されたりですとかまた波しぶきによって農作物塩害の恐れもありますまた最悪のケースなんですが電線に海水海水が当たって電線が切れてしまって停電という恐れもありますので台風の備え万全にお願いしますまた南予では波も高くなってきそうです波の予想を見ていきます 明日には波の高さ南予では最大8メートルの大しけ、また台風が最接近する来週月曜日には9メートルを超える猛烈なしけとなってきそうです。海岸付近、非常に危険な状態になってきますので、近づかないようにしてください。今回の台風10号、風への備え万全にお願いします。 身の回りにある飛ばされやすいものは家の中にしまったりまた固定をするなどお願いしますまたベランダの物干し竿は移動する可能性もありますので下に下ろしておいてください屋根瓦やテレビアンテナがしっかり固定されているかの確認も必要なんですがこういった作業高いところの作業で危険を伴いますので特にアンテナなどの確認は専門の業者に確認をするようにしてください 本当に自分ができることをしっかり早めに対策することが大事なんですよねねそうです、ねえー、明日の夜にはです、ね、県内、特に南陽や四国山地周辺で非常に激しい雨も予想されていますので台風の備えは今日の日中までには終わらせるようにお願いします。